日常運動の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら近所のお店で買ってきたたい焼きと玉せんを食べたいと思います。なんかお祭りみたいですね。ほんと家からもう歩きでも行けるような場所で、自転車だとほんと5分もかからないかなぐらいの場所にありました。最近できたみたいですね。というわけで楽しみですね。でなんかたい焼きもいろいろこだわってるみたいですけど、まずは玉せんからいただきたいと思います。なんかまるでお船みたいですね。ソースとマヨネーズの海に卵が乗ってるような、そんな感じです。いや海じゃない、船か。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ続きまして、たい焼き、確か粒あん、こしあん、カスタード、そしてオリジナルのさつまいもりの4つがあったんですよね。これは確かどっちかなんだったはずです。ちょっとまだ熱いな。ではいただきます。これは何味かな。ま、慣れてみてお楽しみということでいただきます。次は何かな。ではいただきます。はこちら、ラストまで何が入ってるのか全くわからないな、かっこ棒。ではいただきます。もちろんそのままでも美味しいんですけど、さつまいもが入るとホクホクして、また味が変わって美味しいですね。今回は粒あんですけど、こしあんやカスタードのさつまいも入りも食べてみたい、そう思える味でした。あ、さつまいもあんというわけではないですよ。後で詳細を説明しますが、最初に食べた玉せんはさすがにちょっと持ち帰りまでに時間かかってしまうので、パリパリとまではいきませんでしたが、中に入っているソースとマヨネーズ、卵は濃厚でおせんべいとよく合っていました。やっぱり出来たてすぐに食べたらパリパリでもっと美味しかったんでしょうけど、さすがにそこまでは贅沢言えませんよね。で、たい焼きなんですが、生地はどれもしっとり系で、自分が思ってた好きなカリカリ系とはちょっと違ったかなと思いましたが、これはこれで良かったです。で、あんこの方はこしあんと粒あんの2種類があって、粒あんは食感がしっかり感じられましたし、こしあんは滑らかな味が食感で口の中に広がってきて美味しかったです。カスタードクリームも濃厚でしたしね。で、オリジナルさつまいも入りたい焼き、念のために説明、そうです、誤解のないように説明しておきますと、これはさつまいもあんが入っているたい焼きというわけではなくて、さっきこの話をした粒あん、こしあん、カスタードの中に四角、こういう形にちょっと、なんだろうな、六角形っていうのかな、にカットされたさつまいもがそのまま入っている、つまりさつまいもとあんこ、またはカスタードクリームの合体たい焼きなんですね。はさつまいもの食感と甘さが加わることで、また違った味わいがあって美味しかったです。なんかお店の人もこれが一番の自信作みたいなことを言ってましたので、本当にその通りだと思いました。で、今回ですが、もちろんこのさつまいも入りたい焼きが一番美味しかったので、こちらを代表として5点とさせていただきます。他にもまた食べたいな、さつまいも入り、今回食べなかったカスタードやこしあんにも、自分は今回つまみ入れましたよってことです。先に言うの忘れてた。それではお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。
ビールなり毎日飲むのに肝丈夫。いや絶対大丈夫じゃないでしょ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。